皆さんこんばんは。人格会研究所所長のハイドです。人格会社完成度性障害と言われている人たちの悩み相談をしていると共通する悩みっていうのが出てくるんだけども、よく聞くのがね、私たちは記憶を失わないんですっていう質問。記憶を失わないんですっていう悩みっていうのもおかしいな。質問になるか。やっぱり例えば本とかネットとかで人格会社完成度性障害者ってどういう人かっていう、まあ、説明が書いてるのを見た時に、記憶を失うって書いてるものが多いんだよね。例えば A 人格になってる時は B 人格の記憶を失ってるとかね。だけど人格管理者さん、自分の中に人格が何人かいる人からの相談で、本とかネットとかにはあんな風に書いてるんですけど、僕たちは、まあ、もしくは私たちは記憶を覚えてるんです。お互いやってることを覚えてるんです。言われることが多いんだよね。で、記憶があるっていうことは何にも悪いことじゃないので、悩むことじゃないじゃないかって思う人いるかもしれないけども、それによって何をその人たちは気にしてるかっていうと、記憶があるから自分たちは人格管理者じゃないんじゃないかって思ってる相談、それと記憶があるから周りから人格管理者だと思ってもらえないっていう相談、この2つがめっちゃ多い。結論から言うと、人格管理者の全員が記憶をきれいさっぱり忘れるわけじゃないです。もうこれはね、もう声を大にして言いたい。やっぱ映画とかドラマとかのイメージが大きいと思うんでね、それって A 人格の時は B 人格のことを覚えてない、私やってません、知りませんみたいなやり取りで、もちろんそういうのってあるよ、あるよ。俺は正しくは記憶を失う瞬間がある、この言い方の方が俺は正しいと思ってます。記憶を全部失うっていうのはないと思います。俺は、それは俺がまあ4年間たくさんの人格会社と喋って体験談を聞いて感じてることを、記憶をきれいさっぱり忘れる人っていうのはないです。そういう人格会社もいるのかもしれないけども、いたとしたらその人はもう入院してると思います。だって生活できないもん。きれいさっぱり本当に記憶を忘れるっていう人が世の中を歩いていたら危ないって言ったらいいの？例えば家の帰り方がわからないとか、お金の使い方がわかんないとか、そういう風になる可能性があるわけでしょ、記憶をなくすっていうことは。だけどなんだかんだ言いながら学校に通ってたり仕事をしてたり、インターネットできるような人、そういう環境の中にいる人は全部の記憶を失うっていうことは俺はありえないと思ってます。一部のことを忘れることはあるよ。一部のことをね、一部のこの瞬間だけは覚えてないとか、ここの間だけ何やってたか覚えてないとかっていうのはあると思います。でも全部忘れるっていうことはないし、そういう人がいたら多分お目にかかることはない。生活してて病院で保護してあげないと生活できないでしょ、っていうか歩けないでしょ、そういう人は外でね。人格会社いくら記憶を忘れると言っても本当に大事なことは結局ね覚えてます。結局って言い方したらあんま良くないかもしれないけども、いや俺はそう思うんだよ。例えば子育て、それからペットの世話、こういう風なものは大体忘れない、いくら人格がたくさんいたとしても。なんでかっていうと、それは命に関わることなんだよ。ペットの命とか子供の命とか、そういうものは人格がいくら変わっても忘れるとか放棄するっていうことはありえない。だって自分にとって大事なものだから。それを本当に忘れて放棄しちゃう人っていうのはもう多分病院にいます。そういう人、人格会社がいくら忘れるって言っても自分の家絶対忘れないし、どの人格になっても。あとお金のこと、いつ使ったか覚えてないとか、なんでこれを買ったか覚えてないとかっていうのはあり得るけれども、もらう方ね、もらう方、この会社から今月のお給料をもらってないとか、そういうことを忘れる人はほとんどいないです。なぜならやっぱりその人にとって大事なことだから。子育てといい、ペットのことといい、自分のお給料といい、自分にとって大事なこと、命の根本につながることっていうのは人格会社でも忘れてないですよ。で、忘れてないってことは覚えてるってことだから、俺は記憶があるっていう風に解釈するのね。俺は全部が全部忘れるなんてことはありえないから、人格会社でも俺は記憶があるんですっていう人でも全然その人のことを俺は疑わない。っていうかむしろ A 人格 B 人格 C 人格って共通の記憶があって当然だと思う。だってその人たちは一個の体でずっと生きてきてるわけだから、同じものを体験し、同じものを見て、同じものを食べて、なんていうの、いくら人格が違うとはいえ一個の脳みそを使っていて、一個の心臓を使っていて、同じ DNA 遺伝子の中で生きてるわけでしょ。でそれを全部全部全く他人のようになってしまうっていうことの方が俺はありえないと思ってるのね。だから俺のとこに電話してくる人で、私記憶
憶があるんですっていうことを心配そうにかけてくる人がいるんだけども、心配するな心配しなくていい。人格会社でも覚えてることはある。記憶があっても人格会社だっていう人はたくさんいる。俺はそっちの方がむしろ自然なことだと思ってる。記憶がなくなるから人格会社だっていう、そこでは俺は判断しないし、そう思ってる人は考え方がシンプルすぎると思う。だって記憶をなくなる人格乖離ではない何かっていう可能性もあるからね。記憶がなくなるか否かっていうことは、俺は人格が乖離してるかどうかっていうのには関係ないと思います。なので悩まないでください。それで嘘だとか信じられないとか言う人は人格会社のことをよく知らない人たちです。実際の会社、俺いっぱい喋ってますけど、そんなみんなポン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 記憶なくなる人ばっかりじゃない。そんな人は病院にいます。出てこない、会うことがない。そういう人はいるのはいると思うけど、普通に生活していて会うところにはいないと思います。普通に生活していて出会う人格会社っていうのはどっか生活レベルが近いっていうことだから、当たり前だけどある程度のモラルと常識を持ってるし、その中で生活できてるってことは、本当に大事なことはいくら人格が違っても忘れないっていうことです。そこは俺は自信があります。たくさんの人格会社と俺は喋ってきたからね、今まで。その人たちの体験談をいっぱい、生の声をいっぱい聞いてるわけですよ。でその人たちのデータがあるわけですよ。俺には、俺はもう下手な医者よりも人格会社とたくさん喋ってるっていう自信があるんで、記憶を失わなくても自信を持ってください。自信を持ってくださいっておかしいけどね。俺は記憶があるという人格会社を疑うということはしません。参考にしてくれ。心理カウンセラーをしております。特に人格乖離、乖離性同一性障害、二重人格、多重人格のカウンセリングを得意としております。対面式の相談はもちろん、電話相談、メール相談、ビデオチャットでもお悩みをお聞きいたします。詳しくは動画下の説明欄からどうぞ。